どーもーお待たせいたしましたーよろしくお願いします。こんにちはーどうもー,あ,ーありがとうございますーあ、どうも、こんにちはー待たせすぎたのかもしれませんってサボりすぎてだから、ちょっと忙しかったっつってんだろ <laughs> 弱者男性の星だーってありがとうございますーもこがお前のゲームパクってたぞあーコンビニさんなあれ、俺が期限なんやけどって <laughs> もうやめとけ <laughs> どんだけ言うねん別にやるでしょうに10時とか言ってなかったで10時からそのあれがあったのよあ裏の仕事がうんうんえー、また期限視聴してんのかよアーカイブ消されたのは詳しくは迷惑見といてください <laughs> 裏で何やってんだって俺だってな忙しいんだよだって俺引っ張りだこだもん タレントだもんうんうん、なんで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 ってそうなんやって情報漏洩してるんやって <laughs> なあ今日までずっと隠してきた蓋してきたのにさ前日にひょって情報出てんの明日俺真公と窓つきと会うんだそうそうそうまあ別に言ってもいいんだけどさうんんかだから多分捕まってないで う,うんまあまあたまにはいいじゃないのそんなのもようんモコが配信サボって女と遊んでたぞなんでそんな嘘つくのお前バカなそうお前マジで訴えられんのそんなこと言ってたらえこれ大丈夫えこれマコえ マコウが、配信休んで女と遊んでるこれマコウやんなえマコウ何やってんのちっちゃすぎやろお、マコウやマコつけめすぎるそんなことしてたんか、マコウ。配信休んで女と遊んで。これはあかんやろ。 これは魔法だよって。あ、これは魔法の方か。向こうじゃないんだ。うんうん。じゃあ、いっか。うーん。お前、前枠からずっとその URL 連投したんだ。ばんすんぞ。<laughs> あ,ん<の> <laughs> ああ、隠そうもね、もう、お前。おい。うんー。 内容を教えろっつのお前そのさちょっと気になる釣りサイトみたいなタイトルが書きやがってよ。うんうん。どう内容は見たらまずい感じいい感じどっちいいことやったら見よ。まるみたいななそういう曖昧な表現嫌いなんだよ。いいわけないよ。いいやつだよ。ほんまにうんうん。 繁盛だからいいでしょう。で、なんて言ってたか気になる。うんうん。いいことやったよ。って本当に、にでも、あんま見やんほうがええかも。だってこれ、炎上した際の対応を提案する繁盛っていうタイトルやからよくねえよ。繁盛って最近あんまり絡んねえ。そう、よく考えたら。あいつ何してんの見ておこうとやめておこう。おたまトーンやってんのか。いいの目つけたな。 そういうのはいいと思うわプンレク来たり出たりしてるよえ1、ー、日何時間もしてるのマジでハマってるやんうんー YouTube ライブ見てたけどプンレクの遅延ってすげえんだなって全然ねえだろえー 3時間くらいずっとやってるってそれ配信でやってんやろ俺はお前昨日裏で5時間半ギターを弾き続けてたぞ <laughs> できるか裏で3時間おたまとン5時間半へえ<ー>表でやる方が偉いだろそっちの方が偉いんかうんぼっちちゃんに似てね配信でやれよ ほうほう裏は話盛り放題だもんでも事実やでマジでマジで釣ってやってた努力できるやつはかっこいいよって結果出せるやつのが絶対いいよ努力するやつよりうん俺から言い一い言やけど努力するやつより結果出せるやつのが絶対いいよ酷 <laughs> <laughs> なこと言うけどうん 5時間って冗談うんうん5時間半マジでずっとやってただって俺昨日指から血出たもん深詰めしちゃったやろな抑えすぎて血出てたいやほんまほんまほんまうーん努力しないと結果は出ねえよそう分かってるだから努力が偉いんじゃなくて結果を出せる努力するやつが偉いよな じゃあヒロアカやるかやらないですだって俺あのゲーム下手やもん努力が足りやんから <laughs> うん何もせずに結果出せるのはそれはそれで偉いよねって痛い目見てほしいけどなそんなやつで <laughs> 努力したくないねうんうんうん そうななんよな俺ちょっと明日とあるさあれがあってさあのとあることでさ配信できやん可能性があるんよなうーんそうそうそう忙しいなうんうんしてくれよーで。 もう何ヶ月もまともな配信見てない。そんなわけねえやる。お前がまともな人間じゃないだけや。なやまともな配信ってそもそも。なやまともて。<laughs> それはそう。ほんとにうんうん。まともにやってくれ。配信するなら何でもいいよ。 ワンパターンでんなこと言うたらお前人間なんでみんなワンパターンだって同じ人間から出力されてんねやもん <laughs> うん面白そうなゲームやってくれんよーでどんなゲーム <laughs> それは真理だね毎回なんかなそういうええゲームにめくりあえればええけど新しいの飛びついでんか微妙やったらちょっと空気悪いよな うんうんうん先月ひどかったもうそんなん言えたら廃止しない <laughs> は先月ひどくねえよ先月っていつ何してた俺何や先月ひどかったってお前ひどいのはお前じゃバカ先月先月って春松トロイダルもやってるしさ違う冬の僕らもやってるし 何がダメなんやマリオパーティーに挑む男もやったし何が気に入らんのだねしかもお前俺楽天 e スポーツカップまで出てるやねえかやればいいってもんじゃねえよで面白いじゃんドラマあるじゃんうんうんうん ーえー、現実から目を背けんなよでトロンボンチャンプもやってんぞ先月いいじゃんね今月は10月になってからコンビニに来る常連さんとドラクエの試食をしとるなあとスプラトゥーンパーク出てるな10月もお忙しだ うんうん軽いのばっかり重いゲームってどんなんよ例えば何重いゲームってうんよしとりあえず会話しなくていいなお前らと <laughs> もうええよ知らなくていいもういいもう知らない反省するまでお母さん出てかないからで帰ってこないからうーん えーすねちゃったっドラクエ買うの分からんうんうんとりあえず飴を舐めてうんそやねのど飴買ってきたやん昨日歌いすぎててのどが痛かったでって俺なこれ美味しいぞ「戦うマヌカハニー」ってやつ蜂蜜をな蜂蜜が喉にいいって聞いたもんやでさ 蜂蜜舐めてみようと思って美味しいねうんニュージーランド産なんてよ今持ってるよ龍角酸を水に溶かすめんどくせえなそんなうんうんこれ裏案件 <laughs> でまあ案件でもなこれ舐めたらちょっと喉の調子よくなったなって思うからマジで蜂蜜って効果あるぞ健康のどあやぞお前さしかも 捨てやめじゃねえよ俺ただの感想やんハチミツは健康にもいいのなんかでもあんまり食べ過ぎると毒なんちゃったっけ確かハチミツってじゃあなそれ風邪ひいた時に先輩からもらったようで戦うマヌカハニーや赤ちゃんには毒なん犬の玉ねぎみたいなもんか 犬の玉ねぎって言えば今日四条がさこうやってあまだあの俺がお風呂入って出てあ違うお風呂早いとこ入ったわご飯食べてる時におばあちゃんチョコで俺のご飯お母さんがおばあちゃんが用意してくれてるからこうやっておばあちゃんチョコおばあちゃんはチョコじゃありませんっていうやりとりしとったわチョコで思い出したあれ俺犬に玉ねぎって言った犬って玉ねぎとチョコがあかんねやんなうんうん で、こうやって、あのちっちゃい子が、こうやって、あんた何でも言うたら出てくると思っとったらあかんにーって言いながらチョコ持って行ってたお母さんが、<laughs> あんたな、そこに座って何でも言うたら何でもかんでも出てくると思ったらあかんにーって、おばあちゃんお水、おばあちゃんチョコ、全部出てくるからな。うん、子供あるあるなんか、これ。可愛い,いからよくねって可愛い,いねんな、甘やかしたくなっちゃう。 ろくな大人になんねえよこうやっておえちゃんができたんだねうんうんんでも買ってあげてそう甘やかしたらマヌカハニー同じことやって飯使いじゃないよってキレられたことある体勢なさすぎやろ どういうこと子供の頃にせって言って「召使いじゃないよ!」ってお母さんにキレられるの。うーん。何も考えずにコメント読むのやめろなんで俺考えて読まなあかんねん。めんどくさい。<laughs> 子供をずっと子供扱いするのがよくないでも子供なんていつまでたっても子供でしょ親にそんなこと言ったことないぜ全部自分で用意してな。 すごくねだから考えてコメントしろよなもうちょっとで <laughs> お前ら知性の塊やから厄介やんな俺の配信でコメントするやつってめっちゃ知性感じるもう頭良いんやろなって感じる瞬間多いわはあうんうん皮肉かでやノーシコメントは結構少ない配信やなって思う <laughs> えって言っとるやつら以外 <laughs> <laughs> まあそれはそれで好きやけど俺もうちょっとあったらハーだのアーだの言ってくんのこれが知性がないってことなうーんおいちゃん地頭いいと思ってるのいいと思ってるんじゃなくていいのなえー今日ゲームすんのかってどうしようか 今日は案件で疲れたからなうんうんうんアニマルやってよで待つそっちやってねお前毎日疲れてないかってうんお願いって えー、どうしよっかなうんマイメロシティお願いノベルゲあさってくれなんか目星つけてんのねえのてかさっきからずっと頭ん中で俺が歌うピースサインが流れるのなんとかして <laughs>。 うん面白いのあるかな ?DM に来てねえのかよいろいろ来てるうんあコンビニに来る常連さん1位になってるやんあ違う変わってる ゲーム実況大歓迎さっちゃんの愛情表現は豚が喜びそうなゲームこれ1位か俺ゆり好きじゃないの痛いよなあこれあれやん真中は君は真中のお兄ちゃんの人やん マジかゆりかー俺ゆり好きじゃねえからなーこれマジで名作やった「君はな中のお兄ちゃん」夏いなーお前のやつそう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 これ実況のキレも良かったんだ俺の トリックオアですこんほうほうこうこれ2位やぞえハロウィンって10月やっけえー、俺が子供の頃はハロウィンって文化はあんまりメジャーじゃなかったでなあんまりハロウィンでピンとかやんのよなだからコンビニに来る常連さんは6位か ネトちゃん恋に恋して恋あのネトちゃんと恋愛できるのなんとできちゃうんです素晴らしい絶対おっさんが作っとる <laughs> えあのネトちゃんと恋愛できるのなんとできちゃうんです素晴らしいかわいいネトちゃんと恋するラブストーリーあなたの知らないネトちゃんがあらわになっちゃうあのネトちゃんと ネト、ね、ちゃんと恋愛できるんてうんえー、気になるななんかンマっぽいよなやっぱりおっさんってことこでや <laughs> ナンパするゲームもあるぞ世界はおっさんで回ってんだよ 報酬電話あれやんな無人島にもの持っていくゲームの作者の人やんなへえじゃあネト、ね、ちゃんいけっかうめをかみ始めた気合が入ってる 待て怖くなってきた <laughs> <laughs> みんな怖くなってきた <laughs> 大丈夫だよー、うんうん、ヒーローなら恐れんなよこれは怪しいよって <laughs> いけっか AI イラストじゃないけど <laughs> テンション高え作者 <laughs> エンドは全部で7種類ハッピーエンド全部のエンドを回収できるかなおっさんテンンション高え でも俺もこういうタイプやもんビックリマーク対応するこの作者俺と通じるものがある気がする大丈夫かな俺のクオリティでうーんビックリマーク最後つきまくっとるネト恋で自分の好きなシーンをアップしていろんな人に広めよう <laughs> ちょっとこの作者のやる気を買って自供することにするわ 俺びっくりマーク3つ早いけどこいつ4つつけてるもん最後にめちゃめちゃやる気あるやるかちょっとネトちゃんと恋してくるわお前らよーしまずタイトルが面白いわ ネトちゃん恋に恋してこい <laughs> おっさんやねえか <laughs> ちょっと頼むぜわかったわかったタグも変えるわよし。 なんとかんとくうぞネトちゃんを文章だけで年齢わかんなんてすごいよーって多分40前半から30後半やろな<し>行くぜ